皆様こんにちは。国家基本問題研究所桜井よし子です。こんにちは。国家基本問題研究所の研究員中川真希です。こんにちは、国家基本問題研究所企画員、産経新聞の特別記者というのもやっていますが、田村秀夫です。どうも、今日は皆さん方に新しいスタイルの国研チャンネル第1回をお届けしたいと思います。今までいろんな方々に、5分をめどに短いものをお送りしていたんですけれども、今週からはテーマを決めて15分、そしてもうちょっと長めのバージョンのものをお送りいたします。で、今日はですね、中国講座の第1回目という位置づけにしたいというふうに思います。中川さんは、中国専門家の方でいらっしゃるし、田村さんは中国の経済に非常に強いですから、今日は中川さん陸上自衛隊ご出身ですので、軍事と経済金融の両方から見ていきたいと思います。アメリカで岸田文雄首相が上下両院で、スピーチをいたしました。そして日米首脳会談では、岸田さんがですね、日米のその戦略的な連携を強め、中国という国名を実際に挙げて、中国にきちんとその戦略的に対処しなければならないし、日本はむしろアメリカに今まで頼ってきたけれども、アメリカをこれから助ける立場に立ってやるんだという、かなりそのね、まともなことをおっしゃったと思うんです。で、まず中国に対処するというのは、目に見える脅威というのは軍事ですよね。尖閣にいつも来てるし、台湾に対しても南シナ海に対しても。で、この軍事というのが非常に重要なわけですが、習近平国家主席は今まで就任して10年を過ぎて3期目に入って、いよいよこの独裁力を強めている、その下での中国人民解放軍、習近平国家主席の軍事の戦略っていうのはどういうふうになっているんですか。大枠でね、まずね、それではまず最初にですね、習近平国家主席が就任して以降の中国の軍改革を進めておりますので、軍の改革、この状況についてちょっとお話をさせていただきたいと思います。習近平がですね、軍改革を公表したのが2013年の11月。13年11月というとね、12年の11月に彼は総書記になったんですね、だから就任からちょうど1年経った時ですね、で、13年の、訂正して14年の3月にですね、その国防軍隊改革進化領土焦燥第1回会議っていうものがありまして、それが終わりまして、ここでまず最初の軍改革の話を会議をやった、そして、15年から徐々に軍改革の方を進めていたという状況です。で、15年からですね、いわゆるその首の上の改革ということで、まず機構改革、陸軍の指導機構を作ったりですね、ロケット軍というような機構改革をしてですね、17年から今度首から下の改革ということで、こう部隊の改革、集団軍の改編とかを行いました。それが後に18年の方からは今度制度改革ということで、この18年の11月にですね、政策制度改革、工作会議というのをやりまして、それ以降についてはその作った組織を改変したものをいかに訓練させるか、その制度を整えようという、訓練できる環境を整えるということで、制度改革の方を実施いたしました。そして2022年の9月に国防軍隊改革検討会というのを行いまして、ここで1回軍改革の方を総括をしております。中川さんね、そのいろんな軍改革の名前は多分私たちもよくわからないんですけども、この軍の組織改革というのは、中国の人民解放軍が今まではすごくこう非効率的で縦割りで機能しなかった部分を直すという意味で、もっと統合できるような改革を目指したんですか。そうですね、今までこう軍区と7大軍区といったものを五大戦区ということにして、陸海空ロケット軍を入れた統合的な軍をする、また統合式センターを作ると、そして、軍区ではなくて戦区で統合的な指揮をさせると、そして、解放軍というものは昔のイメージで言いますと、皆さん
野菜を作ったり豚を飼育したりとかですね、まあ、そういうイメージがあったと思うんですけれども、それも19年7月には軍の商業活動も終了させるということで終了させて、うんうん、その作った、しっかりした組織で本当に、訓練をして戦える、部隊を作ると、うん、というものが、まあ、軍改革の一連の流れです。昔はね北京とか上海なんか行きますとね、解放軍というとなんか売春宿を取っちゃうんだけどね、ここを経営したりね、運送業、黒猫大和みたいな運送業をやったりね、でそしたらそれをやめさせちゃったらね、収入のあてが今度はなくなるから、だから汚職腐敗 でそうすると汚職腐敗が蔓延して、今習近平総書記もですねこれを撲滅するのにもうモグラたたきみたいにやってますよね。そんな軍隊強いんですかね。それもですね、昔はその汚職もあって、また軍の承認もですね、そういうその賄賂で承認をしていたというような話もありましたけれども、これももう虎もハエも一緒に叩くということで、昔 その中央、軍人委員会の副、主席とかですね、はい、そういうような地位にあった人についても、汚職をした者についてはもう容赦なく逮捕をして、はい、また昨年でロケット軍 の腐敗とかいうのも報道にされましたけれども、それについてもしっかり対処をして、本当に訓練ができる部隊を作ろうと、まあそのためにはお金も必要ですので、まあ国防費も毎年毎年増額しているという状況になっていると思います。じゃあそれじゃ実力試せ、ほら台湾併合だ、尖閣だとこうやってくるのが怖いですね。その準備は着々としております、うん、はい、でその着々と進めている中国軍の準備があって、それに対して今回は日本とアメリカがね、これに対して戦略的に力を強めて、まあ、南シナ海はフィリピンも入れて対抗しましょうと、この牽制するというか、まあ、抑止力を、ね、高めましょうということなんですが、習近平主席はやっぱりそのロシアのウクライナ侵略なんかからいろんなことを学んで、台湾侵攻を絶対に成し遂げようという、ね、効果的決意があるわけですから、それに対する準備というのは、この新しく組織改革をして、まあ、軍隊がね、その自分の生き残りのために商売しなくても済むようにちゃんと予算で担保しますよと、もう軍人はちゃんとやれと、軍人はもう習近平思想を真から学んで、もう党に忠誠を尽くし、党のトップの自分に忠誠を尽くしなさいという形で、まあ、がっちりした 組織的にはがっちりしたものを作ったわけですが、習近平主席がですね、このウクライナの問題などから学んで、これは自分が台湾侵攻の時に絶対に準備しとかなきゃいけないというふうに、まあ、決意しているものっていうのはどんなものがあるんですか。につきましてはですね、習近平の2023年のですね、はい、全国人民代表大会の時の人民解放軍の武装警察代表団の全体会議というのがありまして、はい、その時に重要講話と行うんですけれども、うん、まあ、2022年の2月にウクライナ侵攻が始まりまして、1年後のですね、23年3月のこちらの全体会議で行った重要講話の中にですね、はい、国家戦略システム能力の一体化建設の新局面を開拓しようというところで、具体的なその会議のテーマとして取り上げられたものが、うん、国家備蓄制度の建設、うん、また、全国民への国防教育というのがございまして、うん、やはりウクライナ侵略と見てみますと、やはり弾薬や、うん、また軍装備品の備蓄、修理整備とかいうのが非常に大切ですので、そういうものをしっかり、整備して、継戦能力をつける、うん、また、動員もですね、非常に、まあ、ウクライナロシア両方の面でも動員については非常に言われておりますので、うん、それもしっかり、動員できる体制を作ると、うん、そういうようなことを軍の方に軍の、整備の方向性として指示をしておりますので、うん、こういうところに非常に配慮していると思われます、うん、人民解放軍って確か220万人今、うん、兵隊が軍人が200万人ぐらい言いましたよね、はい、世界最大の軍ですよね、はい、で、まあ、ロシア軍が120数万ですかね、うん、もっとですかね、うん、つまりロシアよりも中国人民解放軍は規模が大きいわけですが、継戦能力ということを考えて、その軍人のそのなんていうの、募集徴収なんかもきちんと考えてるんですか。はいはい、
もう募集の方も非常に考えておりまして、はい、ご存知のように中国につきましても少子化の流れが大きいですので、非常に少子化を見据えて、やはり軍人の待遇を上げるというようなことも考えておりますし、うん、やはり今ですと中国も AI でありますとかですね、うん、知能戦、情報戦、知能戦ということを言っておりますので、うん、やはり質の高い人員が必要というところで、うん、非常に大学に対するリクルートですとということで、非常に質の高い人を集めるというところで、非常にそういう政策をやっているという状況です。うん、まあ中国がね、軍事的に軍事戦略としてどのような強固なものを作るかってこと、こっちにとってものすごく心配ですよね。日本とアメリカが本当にそれに軍事的に対応できる十分なその抑止力を持つような、軍の力を持てるかっていうことについて、まあ簡単にあまり詳しく入ると今日は時間がないんですけども、はい、どうですかね、うん、私は日本の政策のことを言う立場にはございませんが、はい、今日本と中国を比べてみますと、例えば日本ですとまだ防衛省の方がですね、今言う新しい領域ということで、うん、宇宙、サイバー、電磁波ということに取り組んでおりますけれども、うん、もう中国についてもこちらの方もしっかり見ているということで、先月また全人代がございまして、はい、ここでやはり解放軍と、武装警察の代表団の全体会議がありまして、うん、ここでまた習近平が重要講話してるんですけれども、うん、今年の一番大きなメインとしては新領域における、戦略能力の向上ということを中国の方も言っております、うん、中国の新領域といいますのは、うん、解放軍法の解説ではですね、うん、海洋、宇宙、サイバースペース、生物、新エネルギー、AI 等の領域というふうに解説をしております。うん、やはりもう全くもう世界の潮流にもう取り残されない、それよりも先を行こうという感じですね。うんうん、そういうしっかりした軍事技術のところをやりなさいというところを大きく指示しております。また今年につきましては、さらに海洋のことを強調しておりまして、いいね、はい、日本でも我が国の海洋状況把握構想というものはですね、23年12月に策定されてるんですけれども、うんうん、中国についても、今年の会議のトップにですね、海洋状況把握能力を構築ということを挙げておりますので、うんうん、非常に海洋、状況把握能力、これについても中国も、そこにシフトしていくと、注目していくというところであります。もう全く日本とかですね、世界の目指しているものともう負けない、それより先に行くという気合で、うん、軍事力の整備をやっていると思われます。ね、習近平主席についてはね、その頭がいいとか悪いとかって議論もあって、いや大したことないんだという意見もあるんですけども、こういうね、その自分が総書記に就任した翌年にも軍改革に取り組んで約10年かけてこれを完成させて次のステージに行こうという、この緻密な計画を見ると、彼相当この戦略的にものを考える能力があるということと、この中国の戦略性というものに負けないくらいの戦略的な作戦をこちらは打ち出さなきゃいけないんですが、軍の面ではね、独裁であり、軍をその機構改革をしたことによって習近平主席がほぼこう軍事力の統率権を握ったわけですよね。でも確固たるものがあると思うんですが、じゃあその軍を支えるのが経済なんですよね。で、経済力においては私たちも見るからに中国経済一時期はすごいなと思いましたけれども、今見るからにこういろんな問題が吹き出していて、ままならないところもあるんじゃないかということと、ヨーロッパ諸国は当初ね、中国と距離が遠いこともあって日本と同じような脅威論っていうのは感じてなかったと思うんですが、ヨーロッパもようやく中国の脅威に目覚めてきた。アメリカはその理事会もそれからメディアも研究する人々もみんな中国に対して強い態度を取ろうとしているという意味で、中国並大抵ではないと思うんですが、この肝心の経済において田村さん、中国今どういったところにありますか？それが非常に面白いっちゃ面白いんですが、うん、普通ですね、中国の場合軍拡っていうのはね、はい、経済の高度
度成長とともに、うん、それに合わせて軍拡がどん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 こう進んできたわけですね、うんうん、はっきり言えばこう二桁成長の時代っていうのは結構長かった、はい、ところが2021年ぐらいからバブル不動産バブル崩壊っていうのがあってね、はい、で昨年2023年はですね、うん、経済の成長率が実質で 5.2% プラスだとこういうふうに大本営発表やってるんですけど、はいはい、どう見てもね固定資産投資という、まあ、GDP の5割ぐらいを占めるのが、うん、まあ、要するに2桁台のマイナスになってるんですよね。だからいくら2桁のマイナス、そうですね、はは、いくらよく見積もってもね、0% ぐらいの成長にしかこれならないんですよね、うん、で実際にですね、まあ、中国ではまあいろんなもう不況でもう中国のあと10年20年も経済ダメだと、うん、で私の知り合いのエリート の技術者とかね、うん、結構ね日本へ来て私にねちょっと日本のことを話して聞きたいとかね、うん、いう人いるんですよ、で要するにね向こうのエリートがねもう中国ダメだっていうそこまで悲観論が結構広がってるんですよね、うん、それで不動産の相場もですね、うん、全然その回復する見通しがなくて、はい、まあ大体こう3割ぐらい下がったんだけどまだもっと下がるっていうんでね買い手もつかないっていう状況なんですってね、うんうん、でそういうことなのにね、要するに軍拡だけはちゃんとやって軍事予算は前年比で 7% 増でしょ、でここはね僕は非常にね怖いなと、経済でこう見てるとね習近平という人はね偉大なる中華民族、いや中華民族の偉大なる復興っていうのを掲げてね、はいはい、でそれで何やってるかというと例えば一帯一路とか言ってね、うん、ユーラシア大陸からそれからヨーロッパさらに中近東アフリカとかね全世界はねグローバルですよ、はい、グローバルにねもうどん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 その中華経済圏に組み込もうとしてて、で例えば海外の建設プロジェクトなんてねもう大体もう全てがね9割ぐらいがね、うん、もうあれなんですね一帯一路関係に、まあ、重点投入です、はい、でこれがもう際立ったのがもう昨年からなんですね、はい、で要するにこう対外的にこう膨張させないとね、うん、それで輸出を増やしたり投資を増やすことでそれで国内の不況を、ね、克服していくという、なるほど、でだから非常に、ね、この野心的なんですね、うん、でここはある意味でこう侵略的と言ってもいいかもしれない、うんうんうん、だからねこういう膨張エネルギーっていうのはね不況とともにねもう本当にこう膨らんでるわけ、でこれにねその台湾とかね尖閣とかね、こういうの周辺海域なんかで余計にね、その何て言うんですかね挑発的な行動にね、はい、まあ、結びつく恐れもまあ十分あるんですね、だから日本はやはりそれは岸田さんアメリカで言ってたようにですねこの中国のその野心野望に対してねやはり戦略的に、うん、まあアメリカとしっかりこれ連携するしかないですね、うん、で日本はやることをきちんとやらなければ、うん、これはとてもじゃないけど本当に相手にこのね非常にこう威圧されてしまうということになりかねないと私は非常に今気がかりですね、うん、田村さんがねよく、まあ、国家権での議論で私たちに、まあ、警告してくださるのは中国のその金融とか、まあ、財政政策はですねもうほぼ破綻してるんだと、で外国からのそのドルの投下資本投下がどんどん減っているのでそのドルに見合う分の人民元を出して経済を賄っているけれどもそこの部分が小さくなっているので中国はものすごく景気悪いんですよと、ただしこれを補うために中国は物の貿易もう物をどん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 輸出してそれでその儲けるんだと、まあ、一帯一路もそもそも最初はね中国でもう鉄鋼過剰生産でした、あれも過剰生産セメントも過剰生産というのでこれをどうしようかというのでその一帯一路といういい名前をつけてですね中国が資金援助する形で発展途上の国々に貸して、いろんなものを作らせるということをやってそれが一時期失敗してほとんど病んでしまったような感じなんですが、2023年からまたすごくそれが増えたっておっしゃった、もうすごい勢いですね、どのくらい増えてるんですか、どういうですかね、こう一帯一路の投資が増えたってことなんですか、そうですね、他の一帯一路以外の関係以外のところはドーンと減らしといて、で減らした分以上に今度は一帯一路の方に、投資をやってると、でそれはもう発展途上の国々に集中して貸し付けたりして、はい、恩着せがましくやりながら実際は自分のところの余ったものを持ってって、そういうことです、その借金させて、
やがて取っちゃうという、うん、相手にだからあの、ねね、あのドル建ての債務を押し付けるんですね。なるほど。それで向こうが払えなくなるんで、うん、はい、じゃあその港やですね、うん、あとそんなインフラをですね、うん、99年間はい、あの私どもの、うん、勝手に使います。はい、であの軍艦が寄港したりね、はい、まあそういうということで、それがまた23年からまたぞろすごく活発になった。いや、すごい活発なんですね。ははもうね、だから一帯一路命みたいになってますよ、うん、今は。はい、なるほど。でそれに対してアメリカなんかもものすごくまあ懸念を表明していて、うん、中国がこんなものを過剰生産してどんどん他国に売って、うん、その売った先で安値で攻勢をかけてその国の経済をにそのまあ傷を与えてですね、はい、やるのはけしからんと、うん、このイエレンさんなんかが中国に行って過剰生産やめてくださいみたいなことを言いました。お願いしてますね。お願いしちゃったの、命令しなくて。あの人は非常にね、融和的なんですよね、はい、中国にね、優しい、親中的と、うん、ところが、まあ、議会の方はそうはいかない、はい、それでトランプさんが復権しようもんなら、はい、60% 関税、うん、それでそれを逃げてメキシコで生産してやるもんなら、はい、やっぱりメキシコにも 60% 関税かけるぞとか、うんうん、まあいろいろね、これからドラマがありそうなんですね、うんうん、この物 の,、うん、の輸出に目をつけられてしまった習近平体制は、これをその回避したり解決したりする方法ってのあるんですか。まあやっぱりね、これはアメリカ、ヨーロッパとやはり組むしかないですね。日本単独ではとてもじゃないけど、うん、この、中国にいなされるだけですからね、うん、やはりあの西側が結束するしかない。なるほど。で特にあの問題なのはそのダンピングが一つね、はい、まあ、これはもう鉄鋼から造船からですね、太陽光パネルからですね、すさ、うん、まじい勢いで今ダンピングをやってますね、はい、だからこれはもうやめさせること、うん、でそれからもう一つはですね、やはりあの電気自動車とかね、うん、その太陽光パネルもまあそうなんですけど、こういうのをほら新産業だ新分野だ環境に優しいとか言ってるけども、これは全部中国のもう圧倒的なシェアを誇るんですね。しかも本当の意味で環境に優しくない、ないんですよ。これは地球をむしろ環境破壊するわけですね、うん、はいはい、だこういうネガティブなね、側面をねきちんとやっぱり日本の政府もね、うん、見なきゃいけないですね、うんうんうん、ところがクリーンエネルギーだなんとかで言って中国製の安いからといって、うん、太陽光パネルとかあんなのどんどん風力とかね、うん、中国製ですよ入れてますよね、はい、そしたらもう日本の富が全部中国行って日本の環境が結局ね破壊されますから、ね、なるほどね、もうやめてほしいですね。だからその中国からいろんなものを輸入したり、うん、中国のまあ電気自動車なんかにの波に乗ろうとしたりするということは、日本の富を中国に移すことによって中国を助けて、今言ったようなその軍事とかですね経済において一帯一路でまあものすごい勢いで増やしている、この流れを加速する力を日本が与えることになるから、まあ、これは日本としてはとにかくやめましょうと、うん、中国それをやめられたらですね、習近平体制かなりこう困ると思うんですけども、この物の生産のネガティブな効果に西側が気がついた、日本はまだ十分気がついていないけども、うん、少なくともアメリカヨーロッパは気がついてこれをやめさせようとしている、それを中国がこの流れを押し止めることができなかった時に習近平体制っていうのは大変なこの足場が揺らぎますね。当然のことですね、ええ、それで、まあ、中国の成長の可能性がますますこれなくなる、経済のまあ低迷がまあ続くと、ええ、ではこれでまあ軍事的に暴発するんじゃないかとか心配する声もありますけれども、しかしこれ以上中国をですね、そういうふうなこう地球は破壊するわ、国際秩序も破壊するわね、でこういうのをねのさばらしてはこれはまあやっぱりいけないわけですよね。だからきちんとだから正論をですね、まあ岸田首相以下っていうかもう日本国民全体がですね、やはり正論をちゃんと貫き通すべきだと私は思いますよね、だから今その国もね、企業もそして個人もまず中国の軍事的な脅威というものがいよいよ高まっていくという覚悟をしなければいけないと同時に、その軍事的脅威を支える経済において
中国とまあなるべくこう関係を薄くしていく、まあ、全部断ち切ることは現実的に見て不可能ですし、中国と商売して儲けることができる産業は儲けたらいいと思うんですが、そうでないところはどんどんこうやっぱり減らしていく。個人レベルにおいてはやっぱり中国のものを買わないなんてことも本当に小さな小さな努力ですけども、それも役に立つんでしょうか。まあ、やはりあの環境を壊すとかね、あの、うん、まあ、いろんな粗悪品とかまあ多いんですけど、はい、まあ、これはまあ消費者の選択としては当然ですけど、まあ、あの全体的に考えるとね、今あの日本の企業がまあ中国のマーケットを頼ってた、うん、で対中投資をしてきて技術もお金も渡す、うん、これ全部失敗してるわけですね、はい。だから、ね、今たまたまね、円安ですけれどね、はい、人民元も安いんです、はい。ところが人民元の安い以上に円安が実はありましてね、うん、で円安はもう良くないとかなんとかの、ね、見方もありますけどね、うん、実はね、中国に通して中国で生産している日本企業にとってみればね、うん、今や中国リスクのある中国でその作って技術を与えるよりもね、うん、日本で人を雇って技術を投資してお金を通して日本で作って日本の雇用を増やす方がね、うん、はるかにね安心で、その日本のためにもなるんですね、うんうん、こういう要するに、ま、いわゆるマクロ経済的な環境、それから投資リスクですね、うん、もうちょうど今いい時期ですね、この円安のうちにですね、うん、まあ、早くですね脱中国をまあ果たして、うん、で日本で作る、日本に回帰するというね、うん、でこういうのが一番、ね、合理的な選択だと私は思います。はい、分かります。もっと話したいんですけども、今日第1回目はこういうことで、まあ、軍事的にはね、とにかく安保3文書をもとに日本はきちんとその中身を整えていくということと、経済的には中国となるべく企業単位で距離を置いていくことが大事だということで、日本国民として頑張りました。今日は皆さん中国講座第1回目でした。ちょっとばかり緊張していらっしゃるかなという感じがしますけども、第2回第3回と継続していきます。またどうぞ見てください。そして国家基本問題研究所、ぜひ会員になっていただければと思います。どうもありがとうございました。